イフシードアサは、エジプトを支配したイスラム王朝。エジプトは9世紀に、アッパース朝のエジプト総督が独立して起こした、トゥールーン朝が905年に滅ぼされ、アッパース朝の支配が回復していたが、その直後より909年に、西のイフリーキアで起こったファーティマ朝の侵攻に、悩まされることとなった。スンナ派を代表するアッパース朝は、 ファーティマ朝のイスマーイール派勢力の闘神を防ぐため、バグダードから、トゥルク系のマムリューク軍人を送り込み、エジプトの防衛に当たった。イフシード朝の子孫ムハンマドブン・トゥグジュは、アッパース朝のエジプト守備隊の軍人で、935年にエジプト総督に任命されて、エジプトの実権を掌握し、アッパース朝から、反独立の政権を樹立するに至った。ムハンマドは、 アッバースアサからイフシードの称号を授けられたので、この政権をイフシードアサと呼ぶ。イフシードアサは、黒人やテュルク・ケーマムルークからなる奴隷軍人を集めて兵力を増強し、ファーティマ朝の進攻を退けてエジプトの支配を安定させた。さらに、シリアに勢力を広げて、北シリアのアレッポを奪ったハムダーン朝と争い。 パレスチナからダマスカスにかけての南シリアを確保した。946年、ムハンマドが死ぬとその子孫が相次いでエジプトの支配者の地位を引き継いだが、いずれもムハンマドほどの実力を持たず、実権はその後20年以上にわたって宮廷の黒人宦官カーフールが握った。イフシードアサはエジプトと南シリアの領土を保つことはできたが、六十八年に、 カーフールが死ぬと一挙に王朝の弱体化がアラーとなり、イフシード朝は内部から崩壊した。翌年、ファーティマ朝の将軍、ジャオハルが大軍と共に到来すると、全エジプトは国を挙げてほとんど抵抗することなく、降伏し、イフシード朝は滅んだ。ありがとうございます。